ねえ待って、これさ、みんなさ、どうせさ、嘘の話でしょとか思ってるんでしょ。これマジの話だからね。どうせサメ詐欺で話持ってるんでしょみたいな感じで思ってる人いる。ぶち殺すよ。いや待って、一応調べますわ。その性的暴行がどこからなのかっていうのはね。性暴力とは同意なく性行為を知られ、レイプ、デート、DV や痴漢、セクハラの性的嫌がらせはもう完全に勝ちです。なんかさ、こんな感じでネタっぽく言ってるけど、結構マジで受けたんですよ。マジでね、ついさっきまで飲みに行ってたの、友達と一緒に。で、そこで起こった事件なんだけど、てか、めっちゃアルコール入ってる。ごめんね。薬もお酒20杯くらい飲んだからさ、めちゃくちゃ今アルコールがまだ抜けてない状態なんですよ。待って、中毒ってお酒20杯も飲めんのみたいな感じで思った人いるでしょ。ぶっ飛ばすよ。薬僕全然お酒強くないんですけど、6時間くらい飲んでたから6時間も飲めば20杯くらい行くんですよ。実はそう、さっきまで本当に飲んでて、で、今オール明けなんですけど、本当はでも一回帰ってきてお風呂入ったから、もう一旦寝て、その起きたら取ろうみたいな感じで思ってたんですよ。ただなんかまあね、アドレナリンが出すぎても今取ったろって思って、一旦寝て、そのアルコールが抜けた後に冷静な状態で取ろうって思ったんですよ。だけど、この出来事に関してはもうなんかお酒がある状態で今の段階で言いたいみたいな感じで思って、今のこの感情が高ぶった状態で言った方が面白くね、面白いとか言ったらダメなんだけど、面白い話じゃないから僕は普通に被害者ですからね。なんかこの今の感情ってさ、今しか出せないんですよ。だから一回寝て冷静な状態で話してもなんかね、うまく話せない気がして。てか待って、なんで俺今トイレにいんの？別に僕飲みすぎて吐いたとかそういうわけじゃありませんからね。僕ね、動画で何回か言ってるんですけど、あんまりお酒強くないんですよ。だけど、僕の友達ってめちゃくちゃね、お酒が強い人が多いんですよね。だからそいつらと一緒に飲みに行くとなんかね、感化されてめっちゃ飲んじゃうんですよ。同じぐらいの量飲むんだけど、最後に立ってるのはいつも俺なのね。なんでかというと、僕お酒はめっちゃ弱いんですけど、理性がめっちゃ強いんですよ。人一倍ね、理性を保とうみたいな感じの感情が強いからね、なんかね、もう全然酔いつぶれないんですよ。トイレで動画撮ってるやつに理性があるわけねえだろみたいな感じで思いました。ぶち殺すよ。はーい、今日僕のことに気づいてくれた居酒屋の店員さん見てる。今日行った居酒屋の店員さんがさ、なんか僕のことに気づいてくれたんですよ。あれ、お姉さんってどっかで見たことありますみたいな感じで気づいてくれて。ただ普通に YouTube チャンネル登録してなかったんで、強制的にさせました。強制的にチャンネル登録させたはいいものさ、なんか嫌だな。登録してもらった次の日に上げた初手の動画がこれだったら、なんか俺の動画がこんな感じだと思われるの少し嫌だな。ちなみに僕が性的暴行を受けたのはそのお兄さんではありません。結構ショートヘアでさ、イケメンですみたいな感じのお兄さんだったんだけど、そのお兄さんから受けたわけではありませんので、安心してください。安心してくださいが、ごめんね、そのお兄さんじゃなくて。僕の視聴者さんってね、結構腐女子が多いからさ、腐女子のみんなからすればそのお兄さんがよかったね。本当にごめんね。さ、もうマジでさ、これさっき本当にさっきあった話だからさ、本当に笑い話じゃないの？笑い話じゃないからさ、僕編集マジでちゃんとして。クリップも本当に最低限で本当に大事なとこだけ出してくれればいいけんね。編集中の俺マジでそこだけ頼む。で、その周到性的暴行を受けた事件に関してなんですけど、まあ、さっきも言ったように男友達と2人でね飲みに行ってたんですよ。で、その2、3軒目飲んでた場所ってなんかエレベーターがあったんですね。エレベーターで上がるってか、もう本当にそのエレベーターが本当に何年整備してないんだぐらい汚いエレベーターなんですけど、まずそのエレベーター乗った瞬間にそのでっかいゴキブリがいたの。誰かに踏み潰されて死んではいたんだけど、もう本当に田舎にいるでっかいゴキブリが乗ってたの。男友達は2人で乗ってたから、2人でエレベーター乗ったはずなのに、2人と1匹、1匹1匹だよね、ゴキブリって。気づいたらさ、なんか2人と1匹で乗ってて、本当にあいつも家賃払えって感じなんですけど、で、その汚いエレベーターがある場所で飲んでて、よし、じゃあそろそろ帰るかみたいな感じになったんですよ。で、まあ帰る時もそのエレベーターに乗るわけですね。だからまあ普通にエレベーターを呼んだら、中にね、その外国人の方が4人ぐらい入ってたの。男性男性男性で1人だけ女性がいたのね。で、まず僕の友達がそのエレベーターの中に普通に乗ったんですよ。そしたらその中にいた外国人の女性がめちゃくちゃね、なんかこっちに来るんですよ。そこの階で降りる予定ないくせに、なんか僕の方になんかふわーって来るんですよ。え、待って、ねねねねみたいな感じ思うじゃないですか。本当になんか今にも抱きつきますよみたいな感じでふわーってちょっとずつ寄ってくるんですよね。でもまあそこの階で降りないから、そのね、周りの3人の男性の外国人が止めたんですよ、それをね。だからまあ普通に酔っ払ってるのかなとか思いつつ、そのままエレベーターに僕も乗ったんですよ。そしたらね、乗った瞬間その顔をね、ふって掴まれて、掴まれてっていうか、なんかもう愛撫されて、ガッて掴まれたとかそういうわけではないの。なんかその愛しい人をさ、あー可愛いねみたいな感じで見る感じでこうふわーって触られて、でまあその顔をね、軽く愛撫されながら、 You are sweetie みたいな感じの意味わからんこと言われて、うわ怖って思って、でそのままなんかキスされそうになったんですよ。さすがに初対面の外国人女性にキスされるの嫌すぎて、もう普通に外国人じゃなくても誰でも嫌なんですけど、でも本当にね、キスをされる感じで近づいてくるけど、もうなんかね、本当にバーってできないわけですよ。なんかね、そこでバーってするのもちょっとかわいそうかなって、もう意味わからんことも思っちゃうし、やめてくださいみたいな感じでする度胸もそんなになかったんですね。だけどまあちょっと嫌だからさ、普通に顔をそらしてされないようにしたんですよ。そしたら次に僕の頭をね、ガンって自分の胸に押し付けてくるんですよ。わかります？なんかこう伝わりづらいと思うんだけど、なんかもうこんな、よしよしよしみたいな感じなんですよ。でもさ、なんかこんなこと言って、なんか中学生のエロガキ男子たちはさ、え、そんなことされてんだったら羨ましいじゃんって思うかもしんないよ。マジそれが悔しい。普通になんか嬉しいわけなくない？俺のこの言葉だけを聞いて、それを想像したら確かに羨ましい状況かもしれんよ。でもそれを実際自分がされてみる、もう本当にどうしていいかわからんくなるから。だし、この話はまだ全然ここで終わんないからね。まあ何度かね、キスは避けたんだけど、そのハグみたいなことはされるわけですよ、ずっと。しかもさ、その周りにさ、ちょっと怖めの外国人男性が3人いんのね。多分その人たちの連れの女性だからさ、その女性がめちゃくちゃ俺のとこに来るせいで、なんかその他の3人の男性が切れたらどうしようとかめちゃくちゃ思うわけ。腕にタトゥーとか入ってたからさ、もうめちゃくちゃ怖くて、女性が僕に来るのもめちゃくちゃ怖いんだけど、その周りの男性がキレてこっちに来たら怖って思うじゃないですか。性暴力だけじゃなくて普通に暴力も怖かったわけ。だけどまあ普通に暴力は振られなかったんだけど、まずその性暴力がまた続きますわ。この次にされたことがマジ結構キモかったんだけど、なんかちょっと伝わりづらいと思うんだけど、その外国人女性がよくするポーズなのかな、あれ。ドラマとかでその外国のクラブでよく見る光景なのかもしれないんですけど、その何、その言葉を選ばずに言ったら、タッチ
みたいな。僕がエレベーターの端にガーンって追いやられて、それでなんかもうめちゃくちゃ自分の体をこすりつけてくるみたいな。あーもう待って、本当にやめて、友達いるし、みたいな感じで思ってて。別に友達がいてもいなくても本当に嫌なんだけど。だからさ、そう、僕普通に目の前に友達がいたから、もうめちゃくちゃ助けてっていう視線を送ったんですよ。なのにそいつずっとニヤニヤして俺がやられるのを見てるの。俺本当に友情を疑ったよね、そこで。で、まあ俺と友達はその帰る予定だったから、まあ一回で降りようとしたんですけど、その外国人4人はなんかね、地下に行こうとしてたんですね。で、俺ら一回で降りようとしたらさ、なんかもう一回では降ろしましたみたいな感じでさ、ドアを閉めようとするんですよ。一緒に地下行こうよみたいな感じで言われるんですよ。なんか言葉わからんけど、唯一その女の人が言ってて聞き取れたのが、You are sweet face。多分褒められてはいるんだけど、褒められてはいるんだけど、初めて褒められて嬉しくなかったよね。ただまあ全力でね、扉を開けて一回で降りて事なきを得たんですけど、普通に考えてやばくないですか？これ男女逆だったら結構問題じゃない？エレベーターに乗ってきた瞬間キスされそうになってハグされてさ、めちゃくちゃ体こすりつけられるんですよ。全然訴えたら勝てそうじゃない？その男女逆だったら。僕がさ、男だからなんかこんなネタみたいな感じでさ、できるけどさ、男女逆だったらって考えたら普通に怖くない？女子のみんな。だからもうそれこそ久々にさ、その性的な意味合いを込めた恐怖を感じたよね。なんかさ、僕その舐められやすい性格だし、舐められやすい見た目をしてるんですよ。だから高校の時にもなんか一回似たような感じのことがあって、でも普通に高校生の時にその道端で声をかけてきたその女子大生がいて、でもその女子大生とカラオケで二人きりにされて、なんかめちゃくちゃ近寄って触られるみたいな感じの事件があったんですけど、でもまあそれはいいですよね。今となってはそれはちょっと青春だったかもなみたいな感じで思うから、それはいいですわ。あんまこういう話しすぎるとさ、なんかモテアピみたいな感じになるからうざいよね、ごめんね。でもさ、これだけは本当に信じてほしいんだけど、俺全然モテないのね。モテないけど、なんかね、そういうちょっと危険な人から好かれる節があるのね。こいつちょろそうだなとか、なんかこいつならくるめられそうだみたいな感じで思われたりするのね。で、なんか危険人物から好かれる節がある。ただまあ勘違いしないとしても、その順を追ってあっちから来てくれるのは全然嬉しいよねって話ね。俺全然女の子に自分から行くみたいな感じの勇気を持ち合わせてないからさ、だからむしろあっちから来てくれたら全然嬉しいです、ウェルカムですみたいな感じなんだけど、なんかちゃんとした感じで持ってたことってあんまないんだよね。僕さっきこの事件があった時に本当に YouTube やっててよかったなって思ったんですけど、 YouTube だからこの話ネタで使えるぜイエーみたいな感じで思えて本当に良かった。それでさ、これさ、今ちょっと酔ってるこの状態に乗じて言いたいんですけど、なんかさ、その TikToker とか YouTuber の悪口がどうしても言いたくて、もちろんその人たち全員に言いたいわけじゃない、本当に一部の人たちだけなんですけど、てかなんならその一部の人に対してもその悪口が言いたいわけじゃない、ネタで言いたいだけだから本当に真に受けないでほしいんですけど、 TikTok とか YouTube のコメント欄でさ、その1個目って言ってくれる人っているじゃないですか。その1個目っていうコメントに対して返信してるインフルエンサーさんがまあ結構いたりするんですね。その時の返信の内容がさ、そのありがとうとかだったらめちゃくちゃ気持ちわかるんですよ。1個目狙ってくれてありがとう、待ててくれたんだね、ありがとうみたいな感じで、ありがとうっていうのはめちゃくちゃわかるんですよ。だけどそのインフルエンサーさんの中にたまにさ、1個目に対してさ、おめでとうっていう人いるじゃん。1個目取れてよかったね、おめでとうみたいな感じで言う人いるじゃん。マジであの発言がさ、僕納得できなくて、おめでとうじゃなくないみたいな。その何なん、その自分はたくさんコメントが来るから、その中で1個目取れたね、おめでとうじゃなくない、すごいじゃん、おめでとうって、なんかちょっと傲慢じゃない。みんながさ、その1個目ってコメントしたとしてさ、おめでとうって言われて嬉しい？俺コメントとか全然しない人だからさ、そのおめでとうって言われて嬉しいんだったら全然いいですわ。でもさ、普通に考えてありがとうって言われた方が嬉しくない？だってさ、その1個目を取るために待ってるわけでしょ、みんなたちは。だからその視聴者さんが視聴者さんに対しておめでとうって言うんだったら全然わかるんですよ。だけどその投稿主はおめでとうじゃなくてありがとうやろがい。だからもうお酒飲んだ後にこんな喋ったら本当に喉が痛くなるの。やめてよ、もう本当に外明るくなってるしさ、もう本当に早く寝てよ。なんでこんなお酒いっぱい飲んだ後にさ、動画を撮らないといけないの？お酒飲んでさ、帰ってきてさ、頑張ってお風呂入ったんだから、もうそのまま寝ようよ。もう20時間以上起きてるんだから、もう寝なよ。でも今日あげたいから、もうこの後編集します。こんな動画さ、その俺だけの変なテンションじゃないと多分投稿する気にならないからさ。だから今日僕が言った発言とかに関しては本当に罪に問わないで、お酒の場で起こったことはもう全部忘れよう。